そう。こんばんは。ごめんなさい、少しだけ遅れてしまいました。皆さんごめんね、待ってくれてましたかね。こんばんは。どうもどうも皆さん、はあ、ちょっとね、ちょっといろいろありまして、いろいろあって今すごく息が切れてます。優しい、全然ええよって。今日ニット、そう、でもね、ピンクのニット、なんか秋冬って結構こう黒とかさ、茶色とか暗い色が多いから、多くなっちゃうから、今年ピンクのニット買ってみました。お、はい、ドラフトを見てて遅れたやつ。それはさすがに、それが理由で遅れたわけではないんですが、気になるよね。18時からですよね。17時からもうや、あれか、入場とかやってるんですよね。そう、どこに行くんだ、私もすごい気になる。だから見ながら本当は配信したいぐらい。ドラフト会議ね、プロ野球のもうやってる。お、やってる。ネオくん中日、すごい変な声出ちゃった。いや、そうなんだ。何球団、何球団から来たんですか。なんか史上初の 8球団とか言ってたよね、ニュースで。4球団から、 4、 そうなんだ。吉田くん、え、吉田くん、え、皆さん野球好きだね。野球わかんない人ごめんね。うん、そうか、4球団から来たんだ。へえ、吉田くんがどこだろう。いや、めっちゃ気になりますよ。私もプロ野球ニュースの今キャスターの仕事やらせてもらってるから、わかんないよね。いいよ、大丈夫。じゃあ野球以外の話もしましょう。帰ってみるよ、私は帰って、いろんなの見返すから。日ハム、あ、日ハムだろ。そうなんだ、パリーグ来るんだ。何話しましょう。はい、そうだな、まだ宿題行くの早いかな。皆さん今日何してたんですか。何してた。コメントが止まった。お、1万人見てくれてる、ありがとう。 MV 見てた。あ、ね、なんか帰り道は泊まりしたくなるのミュージックビデオな、カップリング、なーちゃんのカップリングもなんか解禁されてたよね。続き見ました、ミュージックビデオ。私さっき見ました。なんか泣きそうになった。学校やで、お疲れ様。大学でしたね。はい、ということで、昨日のね、みなみから宿題が来てるんですよね。星野みなみちゃんから、ミサへ、何でもいいから仮装して、今た、あと今食べたいものなーに、みなみより。何でもいいからってとこがみなみっぽいですよね。何でもいいんかいみたいな。はい、ハロウィンだからかな。何の仮装が見たいですか。今実はここにありますけれども、何にしようかな。何でもいいの本当に。これ何ですか。やばい、どうですかこれ。これだけ。だってこれが一番上にあったんだもん。猫耳つけてください。いや、なんか私これ回ってきたんですね。初めてで回ってきたのは。いや、もうこれさ、誰から誰へのプレゼントかももはや分かんないからね、これ。アスカちゃんへ、ユミちゃんへ、マイちゃんへ、あなたへ、もう誰でもいける。
方がいいよね。リレーしてるんでしょ、だって私で途切れさせたらダメだよね。じゃあこれちょっとだけ、真夏から、始まりは真夏さん。もう真夏、真夏の私物ってこと？これどうやってつけるの？こういうことですか？こういうことだ。え、なんか変じゃない？ちょっと待ってうまくつけれん。こうか、あ、はいはいはい、うん誰か教えて、どうやってつけるのこれ。こう？こっちか。ピンクが外ってこういうことだよね。ねえ、みんな猫耳に詳しすぎだよできないできません。髪の毛がどんどんなんか抜けていきます。こういうことですね。はい、猫耳違うって言われても私正解見たことないからわからないんですよ。ピンクが外向きでしょ。こういうこと？こっちだ、こうだ、こう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 、来た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 。なんかね、髪の毛ストレートだから止める部分がないんですよ。はい、うん、違くてもいいでしょ。はいはい、真夏に明日つけ方わかんないって言ってきます。ということで、はい、ここで、あ、そうだ、みなみのもう一度、あと今食べたいもの何って来てたんだけど、今日の夜ご飯はなんか餃子食べたい気分です今。一人で行くかな、帰りに。今日餃子食べたいから、なんかラーメンとか豚骨ラーメンとか食べたいと思います。はい、ということで、必ずやるハロウィン企画をやりたいと思います。今から1分間トリックアトリート、お菓子ちょうだいのビール、お菓子を私にあげてもいいって思った方は1番、あげられないと思ったら2のボールを投げてください。はい、1の方が多ければ本当にお菓子をもらえて、2の方が多かったら罰ゲーム。いきますね、皆さん、いきます、よーい、スタート。あー、よいしょ、お菓子欲しいな、お菓子欲しいな、今晩のつまみにしたいな、お菓子欲しいな。みんな、ミサ先輩にお菓子ちょうだい、ちょうだいください。でもくれたら逆にご褒美あげる、くれたらご褒美あげるよ。そう、お願いします。じゃあ今晩のつまみにどうしたらくれる？って言うこと聞く、言うこと聞くからちょうだいください。そんな世間は甘くないぞって、くれない人をセクシーポーズ。では投票スタート。ちょうだいちょうだいちょうだい。投票スタートしてますか？今投票中みたいですよ。はい、今投票始まったみたいです。投票できない、今できるよね、今できるようになった。投票始まった、始まったよね。お願い、入り直せばいける。できない人多いの？どうしよう。
わかんないよ。一回戻ってもう一回入ればできるらしいです。更新してって言ってるよ、みんな。優しいファンの人が。できてる？みんなお菓子ちょうだい。あ、わかった。じゃあもらったお菓子で一緒にお菓子食べよう。5秒前4 3 2 1、終了。タンタンタン。お、結果出ました。やった。1が 71.3%、 2が 28.7% でもらえます。やった、イエーイ。優しい、みんな優しいね。じゃあ今1位をしてくれた人とは一緒にこのお菓子食べなきゃね。一緒に食べよう。ということで、はい、後で食べます。先に進めます。握手会で食べましょう。はい、まだ残り時間ちょっとあるのかな。なんか質問タイムとかにしますか。もうちょっとで終わると思うんだけど、あと10分ぐらいあるのかな。話そう。なんかさ、今怖くがないからさ、なかなかみんなとこう話せない。これ気に入っちゃった。なんか可愛い、あのハロウィン可愛いのよりもなんか面白いのやりたい。なんかバナナマンの日村さんがなんかおでんをやるって言ってもやってるって言ってた。おでんの具。なになに、これカズミンやってたの。なんかさ、ナースとかポリスとかもいっぱいやったから可愛いじゃないですか。あれのじゃなくて、なんか変なやつやりたい。なんかハロウィン繰り出しちゃおうかな。変なやつやって、絶対バレないやつやって。怖くもう出ないの。いや、なんかね、ちょっとスケジュールの調整で、私はミュージカルのあれいろいろあったりとかで、まだ私たちも分かんないんですけどね。善悪に会いに来てください。とりあえずこれさゆりの私物なの、これじゃないか。へえ。例えば何のコスプレ、何がいいと思いますか。面白いの。逆に何のコスプレやったことありますか、みんな教えて。ちくわぶ、ちくわぶやったの。なんかすごい質素な感じになりそうだね。ミニオン、あー可愛いよね。猫、プーさん、ガチャピン、スパイダーマン、あーいいね。ストレッチマンみたいなさ、ああいう感じのさ、全身タイツみたいなのやりたい。へえ、ピカチュウ。そうですね。何の話する、なんか質問ありますか。何か質問はありますでしょうか。今日の服どこのだろう。今日の服ね、どこだっけな。こないだ買ったんですよ。風邪ひいてないよ。あとね、どこだっけな、ユナイテッドアローズかな。ハンドクリームは、ハンドクリーム、じゃあなんか自分の私物紹介しますね。またなんかいただき物なんですよ。あ、やばい、ちょっと待って、蓋取れてた。いただき物なんですよ。これはなんかギフトでいただいたボディーバーム、エルメスのボディーバーム。なんかさ、あんま自分で買わないじゃないですか。だから
プレゼントとかだとすごい嬉しいよね。すごいいい香りです、これ。甘くて。もらいました。普段お肌に気をつけていること？ね、でも男性は分かんないか。でも女性だったらこれもおすすめだよ。アクセーヌの日焼け止めベースクリーム、アクセーヌってブランド、これねめちゃめちゃいいですよ。女性の方化粧下地ね、男性は使わないかな。最近ハマってることとかなんだろうな。最近、皆さん最近ハマってることがあるんですよ。てか本当に最近ハマり出したことがあって、ゴルフ。いやなんかこういうこと言うとおーみたいになるけど、いや本当初心者初心者すぎて打ちっぱなし行っただけなんですけど、初めて行きました。初めて友達がなんかみんなで行くっていうから一緒にちょっとだけ連れてってもらって、でその女の子は右なんですね。だいたいゴルフって右じゃないですか、ドライブ。でも私野球やったことはない、やってたことはないんだけど左打ちなんですね。私お兄ちゃんが左打ちだったからそれを真似してて、みんな左打ちなんだと思ってたら逆に左は珍しいって後で知ったんですけど、左打ちでずっとやってたからゴルフも左じゃないと打てなくて、でなんかいやでも右のそのドライバーしかなかったから右で打ってみたら、まあ、結構打てたんですよ。見せたいみんなにあのフォームを。結構褒められたんですよ。そうゴルフ左の人いる？右に直した方がいいんですよね。左打ち、あ、左打ちの人いた。企画でやってほしい。そうやりたいんですよ今。なんかさお年寄りのなんか夫婦とかがさ隣で、多分何歳かな、70ぐらいのお年寄りの夫婦が2人でやってたの。なんか年を取ってもずっとなんか自分たちのペースでできるから、えゴルフってなんか良くないって思っちゃって、ゴルフ部作ろう。そうだね、ゴルフ部作ろう。でも私全然できないんですよ、もう回ったこともないんでまだ。誰か教えて。工事中で、そうだね、工事中のプレゼンでゴルフ部、日村さんとかね好きだよね、一緒にロケ来てもらって。はい、いや部長はできない、部長はできない、全然できないよ。はい、最近ハマってるハマりたいものはゴルフです。入部希望、みんなも入部する？一緒に始めましょうよ。今野さんも今野さんもゴルフ好きって言ってた。今野さんも入れますか？じゃあ入れましょう。入部志願書を渡しておきます、今野さんのデスクにポンって。そうだね、足のサイズ24です。なんか可愛いゴルフウェアとか着たい、ゴルフ部屋着て形から入るタイプ。髪の毛サラサラヘア、嬉しい。この早い流れでやっぱそういうさ褒められる言葉だけ拾うっていう自分に都合のいい言葉を拾う。髪の毛はねナプラっていう、ナプラ N ドットって書いてるね、人気のシリーズのオイルがあるんですけど、そこのブランドのカラーシャンプー使ってます今。
紫のシャンプー、パープルシャンプー、それ使い出したらね、髪が色が落ちないんですよね。色落ちがあんましなくて、同じ髪色。これね、ラベンダーが入ってますよ。私はいつも赤みを消したいんで、黄色みか、ラベンダーアッシュとかカーキアッシュとか、紫を入れるんじゃないよ、黄色みとかを抑えるために入れるだけ。はい、ということで、じゃあゲーム企画にそろそろ行きたいと思いますね。はい、ゲーム企画に行きたいと思います。いや、紫っていうのはラベンダーだからね、みんな。色が紫になるわけじゃないから。何度も言うけど。はい。今週の配信メンバーで争うのぎょうび選手権。今回は4と6を探せ。ね、ここにトランプがあるんですけど、まあ1枚ずつ引いて、別に上からじゃなくてもいいんだよね。引いていって、4と6を早くな、何回目で出せるかみたいな。ちなみにこういう結果になってます。じゃん。いや、ゆったんの6枚がすごすぎる。みなみもすごいね、11枚、かずみ26ってことは、まあ6は厳しい気もするから、まあね、10代で出したいな。かずみよりは早めに引きたいと思います。ゆったんすごいね。じゃあいきますね、一旦切りましょう。これさ、こうやってトランプ切るのな、久々。ちょっと、私トランプ超弱いんですよ。いつもお兄ちゃんに負けさせられて、泣いて拗ねて終わるっていう幼少期。いきますね。バラバラバラのやつも、じゃあ分かった分かった、バラバラバラのやつもやってやります。あんま混ぜたくないんだけどね。おー、パラー、いきます。1、2、3。やばい、混ぜすぎた。4、5。あー、6枚目で6。4来い。じゃん。7。8。9。あふ。10。来い。11。イエーイ、イエーイ。みなみより1枚多かったけど、なんか私らしいわ。12で出ました。結構早いね。やったー。いやー、これで、あ、お兄ちゃんにも勝てるよってきた。このゲームならお兄ちゃんに勝てるかも。いつもね、スピードとかで私が負けるって分かってんのに、やろうやろうって言われて何回もさせられてた。
ということで、そろそろね、明日のメンバーに宿題を出したいと思います。お、3万人見てくれてんの、ありがとう。スピードやるよね、トランプで。スピード、ちょ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 です。はい、明日はランゼ、ランゼです。ランゼ最近さ、すっごい大人っぽくなったんですよ。なんか髪の色もちょっと変わってたし、なんかね、前髪もこう、こういう、こういうロングで大人っぽいですよね。なんかそんなランゼに宿題、たまランゼ、鏡みたいにしちゃってごめんなさい。ありますか？なんで猫耳つけないんじゃないですか？前髪作ってもらう。ああ、前髪ウィッグとかいいのかな。いやでも私長い方が好きです、ランゼ。前髪、子供でも確かに。ランゼは最近なんか大人化計画っていうか、大人っぽくなって洋服とかもなんか雰囲気が、だから逆にこうちょっと子供ランゼが見たいかも。なんて言葉にします、みんな。ランゼ、え、ツインテールさせる、させるっていうかしてもらう。赤ちゃん言葉、いやそれは、それはやばいよやばくない。あーバカ兄貴って言ってもらう。あ、なんかツンデレが似合いそうだから、なんかツンデレで可愛い言葉を言ってもらえますか。ツインテールしてね、そうしましょう。ツインテールで、ツインテールして。私前も宿題2個出した気がするツインテールして先輩のバカ言われたいんですね、それを。はい、書きましょうか。いい、それで。先輩のバカって私のことあれ私のこと君たちが先輩じゃなくて、なんて言えばいい。バカ兄貴って言います。もう、なんだろう、もうバカ兄貴でハートみたいな。もうました。あ、猫耳リレーは書かなくてもやってくれるんじゃない、ランゼなら。じゃあできました。ランゼ、ツインテールして、もうバカ兄貴って可愛く言ってほしい。ミサどうですか。ミサより、なんか猫耳は皆さんからの宿題ってことでね、言ってね、ちゃんと。もししなかったら猫耳つけてってミサ先輩が言ってたよって言ってください。いやで猫耳書いたら3つになっちゃうから。 OK、 みんな約束ですよ、私との。猫耳ちゃんとつけてって。りょう、りょう、こういうことだ。はい、ということで明日はちょっと時間がね未定みたいなんですよ、今の現在なので、決まり次第お知らせをするということで、皆さんちょっとお待たせしてしまうんですけど、
かわいいかわいい、ランゼに会えるのを明日楽しみにしててください。みんな暇人だなって言って何それって、じゃあ言いますよ、みんなほんと暇人だねそんなさはいじゃあね、そろそろ終わりということで、また会いましょう。スクショタイム、わかった、スクショタイム、スクショタイム、ほんと暇人だなお前ら。はい、スクショタイム、すごい星がいっぱい飛んできてる。わー、はい、スクショタイム、はい、ではまた会える時まで皆さん頑張って毎日生きていきましょうそれではまたね、またね、バイバーイ。